将軍死去のニュースが公表されてから、ベトナム国内の報道機関だけでなく、日本や外国メディアも将軍の自宅周辺で取材を行いました。Thousands of people have come to pay their last respect to General Zhap. これは NHK ワールドテレビのハノイの保安住通りでの取材の様子です。人々が将軍の自宅周辺に長蛇の列を作ったことで、ベトナムの人々が将軍を敬愛する様子を日本をはじめ世界の人々に伝えるため取材を行っていました。今日の様子を見ていても感じるんですけれども、やはりザップ将軍ほどベトナムの方たちにとって重要な方はもう他にはいないのではないかと思うので、ザップ将軍が亡くなったことをたくさんの方が悲しまれていると思うんですけれども、まあ一つのベトナムの時代を、ベトナムの人たちの今の気持ちを日本に伝えるということはとても重要な仕事だなと感じながらニュースを出しました。NHK ワールドのスタッフらは映像を一つ一つ丁寧に工夫して撮影していました。私たちは国民が弔問する光景を通じてベトナム人のザップおじいさんに対する思いを日本人に伝えたいのです。お年寄りから子供まで、昔戦地に赴いた兵士であろうと、平和な時代に生まれた人であろうと、性別、職業に関わらず、みんな静かにきちんと弔問の列に並んでいました。NHK ワールドのほか、日本の時事通信社も、弔問の初日に保安住通りで取材を行いました。やっぱりザップ将軍の死っていうのは一つの時代の終わりだと思うんですね。でそれを、まあ、僕たち外国人からすれば、ザップ将軍というのはフランスに勝ってアメリカに勝ったというとても素晴らしい軍人さんなので、その功績をいかに僕たちが正しく外国に伝えるかっていうのが非常に大切だと思います。取材時に記者らは1キロ以上のこの弔問の長蛇の列に対して驚きを隠せませんでした。ホーチミン元国家主席が亡くなった時のように、ベトナム国民の悲しみの光景が40年以上経って再現されたのです。それだけ多くの人からザップ将軍が信頼されていた、人気があったんだなということは実際に来てみてよく分かりました。今回このザップさん の, お葬式というか、まあ、に来てですね、こんなに若い人がザップさんのことを慕ってで悲しんでいるんだなっていうのを見たのがとっても驚きでした。海外のメディアはザップ将軍がベトナムだけでなく世界的にも著名な人物と考え、その死去に関するニュースの取材を行ったようです。